次第では好きなものを好きなだけ楽しむことができるっていうのがアカペラの良さだと思っています。
そうですね、僕も同じようなことを思っていて、結構いろんなジャンルの曲できるのがいいなというふうに思っているんですけれども、このメゾンの TFC でも残り8つの部屋の住人たちが出てきますが、さまざまなジャンルの曲を歌った人たちが出てきますので、最後まで楽しんでいただけたらと思います。はい、1曲目はですね、プロアカペラグループトライトミドリですね、アカペラストリートという曲をお届けいたしました。歌詞にもあったように、いつでもどこでも歌い出せるのさとか、まあ、体中が楽器だとか、まあ、いつでもどこでも練習とかね、演奏ができて、また楽器もいらないで自分たちの声さえあれば、いつでも音楽が奏でられる、そんなアカペラの良さってことをね、歌った曲になっていました。はい、続いての曲もですね、そんなアカペラの良さについて、また今度違った角度から歌った曲となっております。まあ、アカペラの楽しさって言ったら、やっぱり低い声の人から高い声の人まで、いろんな声を持った人たちが集まって自分たちだけのハーモニーを作ることができるといった点にあるのではないかと思いますが、まあ、次の曲はそんなアカペラを虹に例えた曲となっております。それでは私たちからは最後となりますが、聴いてください、虹色のハーモニー。Thank you.